大西和文は、日本の政治家。熊本県熊本市長。元熊本県議会議員。熊本県熊本市出身。父親は、熊本県議会議員を4期務めた、大西誠一。熊本市立白川小学校。熊本市立白川中学校卒業。高橋幸宏の演奏に衝撃を受け、ドラマーを志す。1983年4月。 熊本県立熊本北高等学校に進学。高校時代は多い時には10ぐらいのバンドと組んでいた。プロになることを目指して、3年生の時にソニーのオーディションを受けたところグランプリを受賞。日本大学分理学部心理学科に進学し、大学でも音楽活動を続けるが、上には上がある、現実を目の当たりにし、ドラマーの道は諦める。 1992年3月大学を卒業。同年4月、日商祝いメカトロニクス株式会社に入社。産業機械などの輸出入を担当する営業を務める。1994年10月、日商祝いメカトロニクスを退職。同年11月、衆議院議員、園田博之の秘書となる。園田が当時内閣官房副長官だったことから、 総理官邸などで勤務。1997年12月に行われた熊本県議会議員、熊本市選挙区補欠選挙において、無所属で立候補し初当選した。1998年、自由民主党に入党。熊本県連青年部長に就任。2002年11月に行われた熊本市長選挙において、自民党。 公明党が推薦した現職の三住康行ではなく、自民党県議の公算政治を支援。このため党より、離党勧告を受け、幸い山と共に離党した。2007年7月、ローカルマニフェスト推進地方議員、連盟共同代表に就任。2008年5月、地域、生活者起点で日本を選択する、国民連合。 選択地方政府議員連合事務局長に就任。同年6月、熊本県議会において、会派、無所属改革クラブ代表に就任。2010年、九州大学大学院法学不修士家庭広報、社会法学専攻修了。同年4月、保健医療系大学非常勤講師に就任。2011年9月、熊本大学大学院放送養成研究科。 非常勤講師に就任。2014年、九州大学大学院法学府博士後期、家庭法制理論専攻単位習得大学。2014年11月16日に行われた、熊本市長選挙に、自民党、公明党の推薦を受けて、立候補。候補者は、大西のほか元会社役員の石原康成、元市議の下川博士の3名。市長選は、 市が中央区桜町地区に整備を予定している大型集客施設計画の是非が争点となったが、計画に賛成の立場を取る体制に軍配が上がり、初当選した。12月3日、市長に就任。2018年11月、自民、公明推薦を受けて市長選に立候補。共産党推薦の新人を破り再選。ありがとうございます。